いやあ、切な景色だよ。私と相手の24時間戦争の時間がやってまいりました。さあ、今回はどんな戦争を見せてくれるのでしょうか。タイトルに24時間戦争とありながら、前回の第1話はね、まだ24時間も戦争してないからね、せいぜい1時間ぐらいの戦争だったと思います。もしかしたらもうちょい短いかもしれない。だからね、24時間戦争するところを見るまではね、このゲームはやめられませんよ。そんな気分で第2話やっていきたいと思います。ニューゲーム。ある日の放課後、おい、下の方、カップルいるぞ、お前。リア充爆発しろ的なカップルがいるぞ、お前。さて、そろそろ帰るか。ひとりさん、おい、あれ、水根さんじゃね、ぶっちぎり2位だった、あら、水根さん。ひそひそ、思ってたより全然可愛いね。ニーカー、すげえな。ひそひそ。何気ないニーという一言が、かすみちゃんを傷つけた。ひそひそ、勉強方法を教えてほしいわ。特別何かがありそう。ひそひそ、ないんですっていう傷つき方。ひそひそ、大して変わんないでしょ。ああいうのを天才って言うんだよ。ひそひそ、ニーなのに天才だと思われてることに関してるの。苦悩。どいつもこいつも勝手なものにしやがって、あいつに負けることがどれだけ辛いか。2位になったんだもんね。2位になったんだもんね。イエーイ、早く爆発に行こうぜ。おお、出た、お前ら BL カップルよ、お前ら。ヒュー、待ってました。何部なんだろう。藤君って彼女とかいるのかな。どうしたら仲良くなれるんだろう。同じ部活に入ってマネージャーになればいいんだね。藤君って何部？知らない。部活に恋愛か。なんかみんな楽しそうだな。正直 BL カップの話は全く本編とは関係ないような気がするけどね。本編には関係ない話のはずなのに、なんかちょっと目立ってんだよな、あの二人の会話は。私もまたバスケやりたいな。バスケ部だったんかな。あ、この感じからしたらなんか怪我で腕やってしもって、それでやめたみたいな感じのが見えてくる。哀愁漂うかすみちゃん。いやいや、帰って勉強しないと。すみちゃーん。帰ろうぜ。めっちゃ伸ばしたな、赤井ちゃん。そこまで伸ばす必要はないんじゃないかな。そうだ、この距離だからね。そんな長く伸ばさんでも別に届くよ。はぁ、あ、おい。聞いてよ、すみちゃん。今日、めちゃくちゃ面白いことがあってさ。え、待って、藤子のこと、私たち、何も知らなくない？部活は？どこ中？塾はどこ？ミステリアスボーイ、りょう、かっこいい。で歯の一気つかないやつのことがもうけてるっていう、そういう感じの顔である。そういえばそうじゃん、私藤のこと何も知らないじゃん。それはさ、仲良くなった付き合い始めた女の子が言うことなんだよ。それでさ、スイちゃん聞いてる？敵を知り、おぬすれば百戦危うからず。まずはあいつを知らないとダメだのか。ごめん、用事を思い出した。先帰ってて。ちょ、スイちゃん、遊んで帰ろうと思ったのに。あわよくば怒らせてやろうと思ったのに。人ロケ〇〇、人ロク〇〇か、人ロク〇〇廊下。2009年12月24日、2009年の話なんじゃ。2009年の話なんじゃ。2009年でこう言って、俺より年上なんじゃ、この。俺、2009年は中学3年生だからな。てか、クリスマスか。ああ、だからそういう恋愛の話とか多いだろうか。打ち合わせ連部、目標は藤井王。
目的の生態を調査せよ。了解。誰だよ相手、誰だよ。目標発見、目標発見、これより追跡を開始。コードネームカスミンや、コードネームカスミンって思う。りょうくん一緒に帰らない？駅まで、いいからさ。ああもううっとうしい。どけ。わあ、りょうくんモテていることを鼻にかきやがって。お前、俺がりょうくんの立場だったらこんな普通にホイホイついていくのに、そう女の子に冷たく当たったらあかんよ。そんなでモテれんは不良の男のぐらいやぞお前。あ、りょうくん不良かな。あー待ってよー、わジャニーズじゃ。ここまでハートが出てくるのはジャニーズ以外にはなかなかおらんぞお前。あ、ちょ、ま、待てー。キテロク丸ロケ、え、キテロク丸ロク運動場、体育やってるだ、部活中かな。おい、いかにも部活か、さっきの BL カップルっぽいやつおるじゃないかお前。ここにお前ら学ランのまま部活やってんの、あんな当たり稽古やってるお前ら。相撲部かお前らは。こすらかすみ、運動場で目標ロスト、これより捜索を開始します。了解、全力で探し出せ。誰だよ。だから相手は調べたい対象にカーソルを押して Z キーを押す、あるいは調べたい対象をタップしよう。ミッションタイム、寮を探せ。こういう感じのゲームやったら。おお、今回はちょっと戦争の基本、敵の情報を知るってことですね。どんな感じでできるんだろう。例えばこの BL カップルは、 BL カップル、男が男が激しくぶつかり合っている、熱い、しかし不死ではない。なるほど、そういう感じ。ここはおい、どこ行くね。おい、お前じゃ、お前じゃ。お前じゃ。お前じゃ。待てー待てー待てー。どうした。部活のアップをしている、彼は不死ではない。ああ、こういうところ、ああ、恋愛話してるな、お前。体育倉庫の裏で恋愛話をしてるような二人みたいに見える。女子同士が物質をかけて、な、何を。残念ながら不死ではない。わゆりカップル、ゆりカップルもやるのかこの学校。わ、興味ある。女の子同士のイチャイチャって結構見てていいものがあるなって俺は哲学圭介は思います。でも今本編は関係ないんだけど、本編は関係ないんだけど、この船に追いかけていきたいという気分もあるか。しょうがない、これは寮を探せっていうミニゲームであって、ゆりカップルをマークするというそういうミッションではないんだ。あ、お前もこの二人に、なんか、この二人にマークしてるのか。おー、同業者よ。でもお前は関係ない。藤君か。おるやん、ここ。目つきの悪い男が、黄昏れている。どうやら藤は部活には入っていないようだ。目標を発見した。ミッションクリア。こいつ、こんなとこで何やってんだ？部活の剣道か？なんだよ、帰るのかよ。ん、様子がおかしい。うわ、追いかけられてる。で、また女がカウンチキショー。めっちゃ追いかけられてる。逃走中のハンターかよっていうレベルで追いかけてきてるやん、あの女子たちも。いいな、イケメンだってあんなにモテるのか。俺もイケメンに生まれなかったな。キクショー、悲しくなってくるぜ。ヒデロックマ18、線路沿い。お、なんか意味ありげな高級そうな黒い車が。これでぶつかって示談の条件はみたいな話になりそうな黒い車があるね。くそ、見失った。確かこちらの方に行ったはずだけど。ミッションタイム、どうした。寮を探せ。ただただ気になるのはこれでしょうが、関係ないんか。関係ないどころか。関係ないどころでも選んでも何も起きんよ。なんか関係ありそうな感。実はりょうくんの家は金持ちで、お月の車が、向かいの車がここまで来てるよみたいな感じで思ったから、違うよな。違うんか。ああ。いや、そういう向かいの車って、こうもの前で待つのに、なんでこんな中途半端な道におるんだって話になるんか。そうやな。道端に咲く花のように、いいか、クリックさせてくれ。ゴミ、富士寮はゴミ。こう思ってるのはかすみちゃんだけだよ。俺は思ってないからね。おったー。
自動販売機で飲み物を買っている。何を買っているのかまでは見えない。目標を発見した。これで実はいちご牛乳とか買ったらってなるな。意外ってなるから。ミッションクリア。てれれれれれてってってって、はい、外れです。じゃんけん外れ。あいつもしかしてすることがないのか。いやいや、やめてあげて、そういう言い方やめてあげて。そういう子もいるんだよ、ぼっちみたいな言い方やめてあげてよお前。ほら、塾行くとか友達と遊ぶとかなんかあるだろう。いや、もしかしたら家帰った瞬間パソコンつけてゲーム実況を始めるかもしれないな。フリーゲームを開いては録音してゲーム実況を始めるかもしれない。そういうタイプのかもしれない。最後の花火に今年もなったな。何年経っても思い出してしまうな。歌ってる？あ、歌っとんじゃ今。いつも私なら今頃家でサッコショーをむさぼってるぞ。信じられん。別にいいだろお前、歌うぐらいお前。おい、なんだあいつ、何で怒ってんだ。てめえだよ。いい、いつからそこにいた。え、私見つかってる。尾行下手くそかお前、そこそこ距離あるのに。尾行下手くそかお前。もうちょいまあやれよお前。てめえ人の後をつきやがって、何のつもりだ。あ、おっと、カラータイマーが、カラータイマーが鳴り始めた。あと1分しか戦えんよ、ウルトラマンだったら。緊急事態発生、即座に身の安全を確保せよ。誰もてめえ中つけてないし、人生が重なんだよ。バーカバーカアホ、死ね。死ねはいかんぞ、死ねは。この野郎、ぶっ殺す。待てオラ。そしてまたチェーズが始まる。ギタギタギャー、追いつかれる。入り組んだ住宅街なら天然のフェロジアイ。止まれ。土下座して許しを乞え。そうしたら許してやる。何言ってなせめバカ、コックバーでおいで、おしりビンビン。わー、あ、捕まった。あっさり捕まってもだよ。最後に言い残すことはねえか。うやあ、というのは目でした、みなかみこんち。これダッシュできんけん、やっぱこの丸とかに行けばよかったかな。丸とかに行ったらなんか起きたんかな。止まれ、行くぜ。上に行ってハードル走するぞお前。ハードル走、ハードル走、オッケー。あれ、藤くん、この程度のハードルもくぐれないの。あはー、うどん落ちてない。ブンブンブン、ここまでおいで、ボロ雑巾。ここまでおいで、ボロ雑巾。ここ、いや、運動神経なさすぎだろ、お前。ほら、で、どうしよう、どうしよう、バリケードがある、どうしよう、みたいな。超えろよ、それぐらい超えろ、お前。逆にちょっと、ってなるよ、お前。ちなみに、ここら辺で行ったらどうなる。あー、遊びすぎた。あいつのことだ、気にしてやるか。オッケー。くそ、どこ行った、逃げんじゃねえ。くくく、バーキャ、ここまで、このまま放っておいて帰ってやろうっと。で、で、いやー、こけた。調子に乗るからすぐこける。いってて、キャッピー、こんなところでこけるとか恥ずかしい。いや、これね、前回のパートでもね、りょうくんがこけて恥ずかしがられて、恥ずかしい目を着てるからね、因果応報としか言わないような感じになっている。でも恥ずかしがるかすみちゃんの顔なんか可愛いな。ほっぺが赤くなって可愛いなお前。あー、意味ありげやなって。うわー、ワイドシャラにならんやつや、お前。それシャラにならんやつや、お前。引き逃げしていたし、あの黒い車を引き逃げしていったし、お前。おう、自動でかとかシャリにならんし、お前。いってー、なんだ
思いっきり叱りたいぞ。こんなゲームだったんじゃ、24時間戦争ってこんなゲームだったんじゃ。お前グピャー、こいつに関しては何なんだお前。おいユーマがおるぞ、ユーマが。お前妖怪がおるぞお前。おいこらー、そこのカップ、お前はちゃんと前見てすぐれーごめんなさーい。ったく、どいつもこいつも。んカップ見つけたぞ、この子と逃げ回りやがって。ちっ、もう来やがってか。よりにもよって、今かよ。まずさ、カッパが出てくるということに意味はあったのだろうか。カッパである必要はあったのかが追いついてきた。今日こそはお前を締める。これ以上調子に乗らせないためにもな。うっせえ、ちょっとたんまもう絶望しきった黒い目をしている。よく聞こえねえな。今更謝っても許されは。ちょっとたんまってつだろ、ボケやつだ。逆切れでもこの状況はけんな、早く病院行かなあかんような状況やでな。お前タンマだ。この子を呼んでタンマって。お前ちょっとさっき車に敷かれて体が痛いからちょっと待ってってたお前さ、どうせならもっとマシな嘘つこうな。嘘じゃねえよ、体中すりむいたわ。すりむいただけで済んどんか。逆にすりむいただけで済んどんか。お前あの敷かれ方は交通事故どころかも即死もありえたような状態やぞお前。何がすりむいたじゃんお前保健室で治るようなレベルの傷に思えてくるだろう、まあ、その言い方。マジなのか。最初からマジだって言ってたのか。入るんだ。その大丈夫なのか。普通に警察か呼んだ方が。ちょっとりょうくんね、多分頭の中でね、多分え、マジで事故ったのというよりもさ、え、事故ってその程度の怪我なのみたいな感じで思ってるんじゃないかな。確かに血は出とうけどすりむいただけやからな。お前別に大したことねえし、警察呼ぶ手間がだりわ。いや待てよ、これってひき逃げか。場合によっては慰謝料や示談金が。何ボソボソ言ってんだよ。まあとりあえずしばらくは安静に。やっほー、おやじが命が断つ、おやじがしらけたって言ってるがそばから。おい、つうかこの子無視すんじゃねえよ。わあ、道路の真ん中で血がついてる。これ見た人はどぎも抜くだろうな。犬を散歩している女の人とかいそうだな。今日指にして帰ろうぜ。お主今どこや。これは水根あかり。そうじゃLINE の友達やったんじゃ前回のパート。あかりちゃんだったんだな。いやいや、何考えてんだバカかちょっとりょうくん、赤井ちゃんのこと気になってる顔してるお前。今はクソ持病を懲らしめるが先だろうが、返事だけしとくか。すまん、もう帰ってる、申し訳ない優しい、なんか優しい言い方。この埋め合わせはする。すまん、これでよし、待ちやがれ。赤井ちゃんとは仲良しなの分かった。おうおう、おやさん、さっきはよくも色違うだろお前。色違うだろお前、赤と黒の識別もできんようやったんかお前。おやさんよ、人知れずそのまま逃げるんだ、いい根性。真逆の色や、それ真逆の色やお前。おい、怪我した状態で無理したらじっとしておけねえのか。だあ、じっとしておけねえって、てめえは幼稚園児か。くそ、じっとしてろ。ゴシゴシ顔中すりむいて全身血だけなのに走り回ってどうすんだよ。ゴシゴシ、ちょ、やめろや、別にこれくらい自分でできねえから俺がしててやってろ。ぶっ倒れるぞバカか。よし、こんなもんだろう。
もう今日はおとなしく。ちょっとりょうくんの優しさが出てきた。りょうくん、ほんと悪い人じゃないんだ。そう、な。あー、この倒れ方、第1話の暴動でもあった。足が引っ掛けて倒れた時と同じ体勢だ。わで、てめえは私のま、母さんか、やめろや、恥ずかしい。おお、ママって言いかけてるね、かすみちゃん。君、家ではママって呼ぶタイプの女の子かい？おほほ。おー、かわいいね。この程度で倒れるほど、やばじゃねえわ。このクソチビ、大した元気じゃねえか。おお、あ、先の車。なんでタイミングで、しかもキュルルルってドリフトしただろ、お前。ちょっとドリフトしただろ、お前。あの車は、間違いねえ。あいつだ。待てー、訴えないから、時短でいいから。喉が枯れてきた。この声やりすぎたら喉が枯れていくという、20分で、収録時間20分で声枯れてくるから。で、おい、ざけんな。俺が受け入れたんだからな。あー、行き止まりじゃ。な、行き止まり？道間違えた？クソチビてめえ、俺を無視するな。んだよ、うせえな。あー、私の自宅か。クソか、これじゃ叱りそうじゃねえか。うん、君、体の血が全部消えてる。どういう体してんだお前は。アイアンマンかお前は。とことんイラつかせる野郎だぜおめえはよ。今どういう状況かてめえ分かってんのか。車に敷かれて追いかけてきて、袋小路に追い詰められて、あ、やべえ、シェルマに追い詰められてんだけど。トムとジェリー始まりました。とうとうトムとジェリーです。年貢のおさめときたぞ。どうやって逃げる。つーか、もともと追いかけられてたんじゃ、完全に忘れてた。もう車仕掛けてからというもの、りょうくんはアウトオブ眼中でしたからね。くくく、すっかり忘れてたって顔してんぞ。わ、忘れてねえわ、ボケ。ぶっ殺すぞ。それはこっちのセルフだ、死ねや。仕掛けたとき外れてた頭が痛む。今さら出てきた。このゲームのキャラクターはさ、横に這いつくばったとき、だいたいお尻がちょっと高いんじゃない。なんかちょっとお尻が叩きやすい具合にちょっと上がってるんだよな。ほら、無茶するがだろ。救急車か。おい、しっかりし。バカめ、のこのこ近寄ってきやがって。今だ、必殺霞連続パーチ。え、もしかして連打する？連打やっぱ。あれどうやるんだ。どうなるだ。気分は空城上だろう。カスビ連続パンチ。スタンドが見えただろう。背後にスタンドが見えるだろう、お前。バーカ、まったくまんまと引っかかりやがって。今おじに逃げてやるぜ。そうでいいのか。聞いてねえぞバーカ。あららら、りょうくんパンチ慣れてるのか。硬かった。りょうくんの HP は硬かった。暴力が硬かった。残念でした。腕力よは全く痛くねえ。勢いだけじゃねえか。なだと高低学お化けずれえぞ。今の仕返しに一発殴らせろ。それでおあいこにしてやる。絶対ですね。あ、電話。ほら出ろよ。お前こそ。ドジに電話かかってきたの、これ。もしもし、もしもーしって。おお、お二人とも出てくれた。あ、同時通話。3人以上同時通話しよんじゃ、これ。私が今何してると思う？え、そうですよ、人、え、寂しく人からですよ、カラオケ。いや、お前のその顔寂しそうに見えんからな、みんな。ああ、誰か来てくれないかな。チラチラ。駅前のカラオケの504に水瀬様で3人部屋取って歌ってるんだけどな。あ、次の歌始まるから切るね。ああ、誰か来てくれないかな。この後、結局、かすみと
りょうは来なかったのでした。赤いの野郎、勝手にグループを作ってやがったな。殴った、キキを殴ったって言ってた。てめえ何すんだよ。さらっと殴ってた。だから一発殴ったんだよ。手だけしてたのか。ち、さっさと行け。殴り、まだ殴る。ちぇ、仕方ねえんな。赤で私が痛いとってアメなんだから。お前は行かねえの。は、誰が行くか。ボケ、勝手に行ってろ。そっか、さっき鼻歌を歌ってたからてっきり歌いたのかと思ってたわ。で、でね、やっぱり聞いてやがったな。さあね、んじゃバイニャル。そう、トラキオが言わすっけぜ。いや、殴って消してやる。夫人の歌が想像以上にうまくて、さらに劣等感を抱いたのはまた別の話。ケース02、藤井亮という男。ああ、結局のところ亮君が歌うまいってことしかわからんかった。お、まだ続く。なんかハハ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 ハ